田村さん、僕最近ね、あれ見たんですよ、愛の里。あ、ネットフリックス、あれめちゃくちゃ面白くないですか、恋愛リアリティショー。はい、最初打ち合わせ来た時、35歳以上の恋愛を描きたいんですよって言われて、それ見たい人いるんですかねみたいな感じだったんですよ、打ち合わせで。打ち合わせ進めていくうちに、あ、なんか面白そうかもと思ってで、実際その第1話っていうか、それをMC のベッキーと僕がなんでベッキーなんだっていう、愛乗りのスタッフなんですよ、もともと愛の里って。ああ、はいはいはい、それで愛乗りとも読むみたいな、そうそうそう、わかりますよ、わかりますよ。で、愛乗りのスタッフとベッキーのやっぱりこう強固なこうなんていうんですか、信頼関係があって。あ、そうなんだ。やっぱリアリティショーをこうちょっと旗から見る目線みたいなのがやっぱベッキーすごくて、あ、それでベッキーはまあもうその信頼関係のもと選ばれたんだ、ね、そうなんだ、でもベッキーはベッキーね、過去にいろいろあったから、ベッキーが35歳以上の恋愛を語るっていうのなんか面白そうじゃないですか。すごい、外じゃ言えないような話していますよ、勝手に聞いていいのかって。もちろん構いません。この店もともと存在していないことになっているんですから。1920年代の禁酒法時代の潜り酒場のようなものです。じゃあおかわりもらおうかな。東京スピークイージー、今夜のお客様は常連客、堀江貴文さんと田村敦さんです。で、実際35歳から60歳までの人の恋愛見ても全然ときめくんだなとあれ本当ときめいてんすか。あれときめいてんだと思います。本当ですか。言ったら古民家を改装しながら一緒に生活する8人の男女じゃないですか。で、最初はやっぱね、本人たちも戸惑ってるんですけど、もうなんか若い人のあのキャピキャピピチピチキラキラみたいな恋愛よりも、もうとにかく最後のパートナー探すから、お互いの欠点とあの長所言い合いましょうよみたいな、ね、で、そこから、あ、そうやってちゃんと欠点をこうやって洗いざらい話せる人なんだって言って恋が始まっていくんです。俺なんかあの話をすげえよくするんですよ最近、愛の里のクリニック経営してる人いたじゃないですかはい、はい、途中でいなくなった、はいはい、ジョニー、60歳の、そう、ジョニーの船に乗ったっていう女の子に会って、はい、お金持ちなんですよね。そう、ジョニーはなんかクルーザーとか持ってるらしいんですよ、で、ジョニーとの船に乗りましたっつって、そしたらジョニーのインスタがあって、はい、ジョニーのインスタにはその愛の里メンバーが結構来てるんですよ。へえ、あ、じゃあ終わっても交流が続いてる。そう、交流が続いてるんですよ、来てないのはハリウッドでしたっけ喧嘩した人ですね。そう、喧嘩した、ジョニーと喧嘩した、ハリウッドですよね、とアンチョビ、アンチョビ以外はイタリアンレストランのそうそうそうあ、じゃあ本当にあの中で喧嘩したというか、あんまりこう意気投合しなかった人は終わっても未だに連絡が取ってないですねですえ、じゃあ女子とかは来てるってことですか。ほら、カップルになったさ、はい、お互い韓国人のハーフみたいな、ハーフじゃなくてなんだっけ、はい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 、いたじゃないですか、うん、美男美女カップルみたいな、はい、いたじゃないですか、あいつとか、あとなんだっけな、カップルにならなかった人とかもあれだし、ほら60歳でさ結局カップルになった人たちいたじゃないですか、はい、番組終わった後、行っていいのかなこれ、まあいいか、まあいいと思います、はい、とかが交流があるんですか、インスタ見ると、インスタ見るとあいるなみたいな。いや、ホリエモンさんがジョニーのインスタ見てるってことに驚くんですでもジョニーはめっちゃ潔癖症らしいんですよ、その海とか行くわけじゃないですか、はい、クルーザーで、で、ほら海で遊ぶじゃないですか、ベチョベチョになって、キャビン入ろうと、やめやめやめたらちゃんと殻きれいに拭いてから入ってみたいな、でなんかほらシャンパンをわーとかってやってこぼしたりするじゃないですか、ちゃんと拭いてとか、だから海出ちゃえばもう何でもありになる感じするけど、あれは結婚できねえよでもジョニー途中で離脱したから、愛の里2はもう決定してるんで制作が、はいはいはい、だからジョニーとかあの時恋愛成就しなかった人たちはまた戻ってきてほしいなと個人的には思ってますけど、まだ全然俺には聞かされてない。やばいっしょ、でもなんかほらそのハリウッドってでもハ
リウッドのあの癖の強さが、最初は俺もなんかこの人応援できないわと思ったんですけど、その番組の中でその過去とかお父さんとかお母さんとのその関係性とかが描かれるじゃないですか。そうなると、あ、そうだよな、人間ってそれぞれ人生あるよなと思って。俺だからもうとにかくうちのマネージャーをめっちゃ出したいんですよ。え、今ちょうどあのオーディション中なんですよ。うん、そう。どうやったらあれ、なんか他選とか大丈夫なの？他選でも大丈夫だと思います。ホリエモンさんが推薦するってことです。そう、いいっすか、履歴書書いて。ぜひぜひ。じゃあ申し込みます。どういう人なんですか、そんな。49歳、はい、独身、うん、未婚、うん、相乗りファン、うんうん、もう相乗り全部見てます。へえ。だから相乗りについて全部語れますよ。愛の里スタッフは愛のりスタッフなんで、めちゃめちゃ嬉しいと思います、ね、いやもう愛のりの話よくしてるんですよそれ3ヶ月かそれぐらいの期間しかも現場来れなくなって、しかも名前が、あ、いいんですよ、ちゃんと。うちはチームでやってるんで、いわゆるチーフマネージャーなんです。一番長いんですよ、うんうん、15年ぐらいやってるんですよ、うん、大丈夫。じゃ問題ないですね、長期の休みは。長期の休みは大丈夫です、ちゃんとみんながバックアップするんで、もうそれ楽しみを、もうね、あの配信を楽しみにしながら、うんうん、行ってらっしゃい、どうぞ、どうぞ行ってらっしゃい、どうぞ行ってらっしゃい今までの恋愛経験としてはどうなんですか、そのマネージャーさん。あれ、なんかぼちぼち、はい、ぼちぼちずっと彼女はいるみたいですけど、いろいろね、彼女がこう変わり変わり変わりみたいな感じらしいんですけど、うん、僕は一回も紹介してもらったことないんで長いこの付き合いの。そう、集団生活がどうかですよね、あとね。いや大丈夫だと思いますよ、全然。あのすっごい面白いキャラだと思うんで、俺あそこに行ってほしい、うん、チャーボーっていう。チャーボー、あ、名前、ね、またいいでしょ、いいでしょ、うん、みんなニックネームがあるから。なんでチャーボーっていうのみたいな、うん、理由がちゃんとあるんですか。理由があるんです、ちゃんとじゃあそれオーディション受かった時のお楽しみに。そう、じゃあそのどういうキャラなんですか、そのオラオラ系なんですか。お、全然オラオラ系じゃないですよ。だって僕のマネージャー15年やるんですよ。オラオラでできるわけないじゃないですかいや、わかんない、オラオラ系のマネージャー想像しちゃった。え、全然あのすごいコミュニケーション型ですよ、あ、だから周りの調和型。あ、僕の周りってめちゃくちゃ VIP 多いじゃないですか、うん、全部つながってますから、そのチャーボーさんも、うん、が彼が、だからもう、ややこしいおじさんとかを全部ハンドリングしてるんで、へえ、それはだからもうすごい信頼されてるんですよ、うん、周りのそのすごく癖強い人たちから。村のその愛の里のリーダーっぽい感じになる人ですよね。リーダーじゃないんだけど、ちゃんとみんなとこのややこしいやつらを調整を調整してくれるやつみたいな。でも自分主人公でいてほしいですけどね。チャーボー結局いろんな人の恋愛のアシストだけして、うん、チャーボー何にも実らなかったねって終わってほしくないんで。いや、でもそれはあれなんじゃないですか、逆に信頼されて、うん、あの人すごい、あ、それをね、旗から見てる女性たちがね、そう、 あの人ちゃんとしてるなみたいな渋いし、うんうん、イケオジだなみたいな。あ、モテると思いますよ、だからちゃんと。あ、そこで、じゃあよりいいじゃないですか、うん、モテない人が里にやってくるよりかは、うん、そう、しかもそのユーモアのセンスとか、うん、めちゃくちゃ言っていいんですよね、そのホリエモンさんのチーフマネージャーだっていうのは言っていいんですよね。もちろん行きそうですよね、途中で見学しに行きそうですよね。めちゃくちゃ行きたいめちゃくちゃ行きたいちょっと覗きたいみたいなね。いや、だから僕ね、あれ見てて、セカンドシーズン始まるっていうから、うん、おおと思って、うん、また新しい村作るんですかね。多分俺が聞いても全く教えてくれないでしょ、スタッフさんが。あの今古民家どうなっちゃったんですか。古民家は残してるらしいです。あれめちゃくちゃ良くなってるじゃないですか、はあ、古民家。だからみんながせっせと毎日作業するから、うん、古民家は良くなるけど、うん、その古民家を引き続きシーズン2で使うかどうかまだ決めてないって言ってました。へえ。ある程度進んじゃってますもんね、あの古民家は。あの古民家はもうほとんど出来上がってるじゃないですか、うん、そうなんですだからやることないじゃないですか。まだあっこから作業するにしちゃなかなかね、細かいところの作業になるから。あ、やっぱ畳張り替えたりとかする、障子を張り替えたりっていう時にこういろんな触れ合いがあるじゃないですか。まあなんかでも横にサウナ作るとかそういうのないじゃないですか。サウナいいですね。サウナ作るとか、うん、なんかキャンプ場を作るとかわかんないけど、うんうん、そういうのもやるんじゃないですか。でも結果あそこで本当になんかみんなが使えるような施設ができたら、うん、収録終わった後もあそこ収益化できますもんね。そうなの、うん、すごいいいじゃないですか、うん、
でもそうだから僕友達とアンチョビの店行こうよって言ったんですけど、うんうんうん、行きました。ベッキーが行ったらしいですよ。あ、そうなんだ。そうで俺も行きたいなと思ってたんですけど、うん、ベッキー曰く、うん、アンチョビってイタリアのシェフって言ってたのに、うん、なんか中華のシェフらしい中華なのって完全なイタリアのお店でもないらしいんで。あ、そうなんだ。はい、ヌードルのお店らしいですよ。あ、そうなんだ、うん、全然違うじゃんでもあの恋愛リアリティショーに出てた時のアンチョビのままいるらしいんで、あのままらしいです。あのままなんだ、はい、だから楽しいっつってましたよ。最近恋愛リアリティショーがちょっと増殖してきてるでしょ、うん、昔はテレビで割と深夜の帯域でそう相乗りとかもそうだけど、はい、そんな増殖しなかったじゃないですか、うん、最近それこそアベマ TV だの、ネットフリックスだの、アマゾンプライムだの、いろんな配信プラットフォームがあるから、うん、それがなんか独自に高校生の恋愛リアリティショーとかそういうのいっぱい増えてきたから、うん、なんかすげえ知り合いが出る確率が増えてきてるんですよあーでも逆に知り合いとか出てたら見れます？見れる全然。俺なんかすっごいこう恥ずかしくなっちゃって。元カノとか出てますよ。え、恋愛リアリティショーに出てるどんな感じなんですか、その自分が元々好きだった人が、うん、その誰かに恋をしてる様子を見るのって。あ、なんかそれが結局分かってるじゃん、うん、あで聞くわけですよ別に今でも仲悪いわけじゃないから、うんうん、どうなのっつったら、うん、あれでみたいな、有名になりたくてみたいなそっちの思考の人もいるんですね。そうですよ。だって僕と仲いい若い女の子とかって、うん、基本年上好きじゃないですか、うんうん、私なんかおじさん好きなのにめっちゃ普通に同世代と恋愛するリアリティショーのオーディション通っちゃったんですけどみたいな名前売るにはねいいですからね。そうそう、だからそういう感じで見てると、うん、こいつ芝居してんなとか思うんですよね、逆に男ガチ恋じゃんこれみたいなでも愛の里は35歳から60歳なんで、うん、そんな売名行為にもあんまり俺は思えなかったんですよ。なんか あれはそうなんじゃないですか。女優さんやってるとかなんかあのねエキストラやってますって人は確かにいたんですけど、そうそう、あれ多分一番最初に企画でやるときに、うん、その人集まんなかったと思うんですよ。そうですよね。なんかそんな感じしましたよね、うん、なんか、うん、あれこの人ちょっと仕込みで入ってんなとか募集かけても、だってそん見たこともない番組にねいきなり、しかも35歳から60歳の恋愛リアリティショーってなかなか想像つかないから、うんうん、であれ多分人集まんなかったんだと思いますよ、うん、だから多分すごい苦労したんだと思うんですよ。まあなんか僕もあのなんかミュージカルやってたじゃないですか、うん、あれ 1年目のオーディションとかって来なかったっすもん人。へえ、だから何やんのみたいな感じで誰も来なくて、だからキャスティングすっげえ大変、特にヒロインとかのキャスティング大変だったんですけど、もう何年もやってるとイメージつくじゃないですか、うん、割としかもなんかこうこれから売り出し中の子が出るみたいな感じの、うんうん、になってきたから、うん、若手のこうなんか実力があるやつとかが出てくれたりとかするようになったんですけど、なるほど、愛の里は明らかにこいつ仕込みだろうなみたいな人も入ってたけど、うん、逆になんかね、うん、あの本当に来てる人たちっていうか、あ、本気でやりたいんだ、本気で最後の恋を見つけに来てんだなっていうのがあったので、うん、俺何回も泣いたしでシーズン2はめちゃめちゃオーディションに人が来てるらしいですよ。そりゃそうですよね、うん、出たい出たい出たいっつって、うん、俺もだって10人ぐらいにはあれどうやったら出れるんですかって聞かれたんで、あ、やっぱそうですよね。で俺はもうキャスティング権持ってないから、あ、なるほどねいやだから面白いなと思った。いろんなバラエあの恋愛リアリティショーがあって、うん、全部話題になってるっていうか、うん、うん、なんでこんな知り合いみたいなでもまあその恋愛リアリティショーに出てみたいと思う層がホリエモンさんの周りにたくさんいるんでしょうね。いるんでしょうね、うんうんだ、この間その元カノが出てるやつは、うん、どれなんですか。まだ知り合い、いやそれはまた言うと特定されちゃうんですか。特定されちゃうから嫌なんだけどあの男の方も、うん、たまたま女の子の友達の仕事の関係者が結構出てたらしくて、うん、超ウケるみたいな。
ホリエモンさんが自分の恋愛をしていく様を人に見せるってなったらどうなの？すごい嫌ですね。俺あのほらあの青尻王子が恋愛に第一師匠やってるの知ってます？はいはい、知らないです。めっちゃ面白いんで見てください。YouTube ですか？YouTube で、まあ、そうその制作してんのが、うん、僕それこそその別府のね温泉フェス一緒にやった、うんはい、サムライパートナーズっていう会社。の入江さんっていう社長さんなんですけど、はい、その青白王子とか光くんとか、うん、あの辺をプロデュースしてる会社なんですよ、あと宮迫さんとか、はい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 、宮迫さんのほら竜宮城だったじゃないですか、はい、あの辺とかにも関わってて、僕はあの光くんと一緒に餃子屋さんを渋谷で作ったんですけど、うん、あれとかも絡んでる会社があって、はい、でそこが多分なんか海外のオンラインカジノみたいなスポンサードでつけて、うん、でなんか女の子がそのゲームで遊んで、うん買ったらなんか青汁とデートできるキャラになれるみたいな最初青汁が本気で、うん、なんか3年間彼女のいない青汁が本気で恋愛したいとかっていう感じで来るわけですよ、うん、女の子は10人ぐらい、うんうん、でその最初の一晩で5人脱落するんですけどめっちゃ怒りながら去っていく女とかいて選ばれなかったから、いやもうマジで、いや10人中5人だから、うん、私は選ばれるに決まってるぐらいに思ってるわけですよ、うん、でめちゃくちゃなんかその人曰くですよ、その人曰くめちゃくちゃ金をかけて美容にも行って、うん、ちょっとぽっちゃり型だから送信ダイエットみたいなのもやって、うん、綺麗な服着て頑張って今日来たのに、うん、1日目で落としやがそんなにでも感情あらわにできるっていうのが、最後靴投げつけて裸足で帰ってました、めちゃくちゃ面白いですようわこの人マジだと思って見てる側からすると、いやテレビのカメラがある前でそんなに感情あらわにできるかって思いがちじゃないですか、はい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 、だけど実際その恋愛リアリティショーを撮られてる人たちって最初はカメラめちゃめちゃ気になるらしいんですけど、もう本当壁と同じようになっていくらしいです。あ、もう、ま、なるほどね、全く気になる。あ、そうなんだ。だから本当になんかボロッと悪口も言っちゃうし、でその瞬間撮られてるしとか全然あるらしいです、はいはいはい、まあ、ちょっと気張ってる部分あるのかもしれないけども、ほぼほぼ壁のように思えてくるっつってたんで、だからその靴投げた人もそうなってったんじゃないですか、うん、その自分の思いの方だけをとにかくぶつけようってなったんでしょうね。青汁王子はだからその番組をやってるそのねプロデューサーがなんか、いやー2回目堀井さんにやってほしいんですけどね、とかで絶対やんねえからっつって俺見たいですけど、ね、だってそれメリットないじゃないですか。僕、いやいや素敵な女性に出会うメリットが絶対来ないいやいや分かんない、それはホリエモンさんみたいに、ま、何考えてるか分かんないとか、そのまあお金にはもう困ってないでしょ、だけどお金に困ってなくていろんなこと挑戦してこれを裏で支えたいとか一緒にその挑戦をやってみたいとかっていう女性は来そうですけどね。だからその来るけど、うん、そのそこに、うん、自分の好みの子がいるかどうかって分かんないじゃないですか。でも忖度しないで何でも言うから、1回目でその揃った女性は分かんないですよ、10人か20人か分かんないけど、はいはいはい、20人見て一人もいないっつって一気に落とすのとかがあってもよくない？やばくない？いやいや、ホリエモンさんならやっていい。 めっちゃ怒られるじゃないですかそれでも見てみたいですけどね、一日で終わり、うん、めちゃめちゃリアリティが、ホリエモンさんだったら納得できるっていうか。そうっすか、うん、だって本当にいないんだもん、ここに好きな人本当にいないのに好きでもない人選ばなきゃダメなのみたいに言ってそうですけどね。やばいっすね言ってそうですね、言ってそうで見てたいし、それをまた言ってるよ、すげえな、何でも正直に言う青汁はちゃんと5人選んで、うんうん、5人から1人ずつ落としていってましたよ。で選ばれたんですか最終的に？それは見てください。ああなるほど。青汁がそうどうなるのか。うんうん、めちゃめちゃ見たくなってる今。青汁がどうなるのか。もうでも一回目から面白いですから。一回目から何？こいつやる気ねえのみたいな。うん。でそれ女子がですか？いや王子が。王子が。ええー。あの感じで。淡々と。やる気あるの？いやなんか割と真面目な。キャリアウーマン系の女の子がいて、うん、やる気あるんですか
って言われ私は真面目にここに恋愛をしに来てんのに、うん、あなたは、うん、何なんですかでももうその時点で相性むちゃくちゃ悪いですけどねこの子落とされんのかなとか、うん、どうなるのかなみたいな、うんうん、でさその見てる人がテンチムとかなんですよ見届け人が、はい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 、とか DJ 社長とかなんですよ、はい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 、それもまた面白いんですよ、うん、ちょっと見てみます次の移動中にも青汁王子の恋愛リアリティショー青汁王子のだか誰か友達に言われて青汁のめっちゃ面白いから見てって言われてへーそうだから第2回あるんだったらホリエモンさんはまあ声かかるでしょうねいやかけられましたけど、うん、ちょっとこれでも今までいろんなことやってきたじゃないですかホリエモンさんでやったことないことを俺やる人だと思ってる恋愛リアリティショーはでも昔声かかったんですけど、うん、その1週間1ヶ月後ぐらいに捕まっちゃいましたあの時だあの、ね、だってあの1週間前ってもう騒がれてた時でしょ1ヶ月前とかです、うん、ね名前出てこねえな女優さんとかですかそう女優さんでさくらちゃんあはい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 さくらちゃんが、MC というかその、うん、見届けスタジオをやってた、うんで、うん、でも彼女もそれに出て結婚したんですよ。あ、そうなんですか。でもその時はそのドタバタがあったからあの断ったんですか。そもそも恋愛リアリティショーで違う。あの僕が、それに出るっていう話になって、うん、すごい豪華だったんですよ。うん、メンツが毎回メンツがすごい豪華で、うん、そのもうトップ女優みたいな子ばっかり出るんですよ。うん、へー。すげえ羨ましい番組まだその女優さんと結婚したいとかお付き合いしたいっていう願望があるんですかいやそうじゃなくてそうもう何年前の話だと思ってます20年ぐらい前の話ですよあそうかそう20年ぐらい前にその番組はおこの番組はいいねっつってで堀江さん好きな女優さんとか、うん、10人ぐらいリストアップしてくださいって言われてこの中からキャスティングしますって言われて、それはすごいなと思って喜んで帰ってたら1ヶ月捕まっちゃいました出る気だったってことですよねそこまではそれはだって出たいでしょうーわーでももうそれから20年ですからそれこそそのマネージャーチーフマネージャーが出るんじゃなくて自身が愛の里それはいいです愛の里俺3ヶ月も仕事開けられないからジョニーみたいになっちゃうんでいてほしいわ愛の里にホリエモンさん20年前だったら言ってもいいですけどね今だとちょっとブレーキかかっちゃう今もういいかなみたいなそうですかさすがにねさすがになんかああいうのに出てやっぱりなんかあるじゃないですかあのバチェラーの子とかうん、うんバチェラーとかバチェロレッテとかになんか出てる人ってやっぱりみんながみんなとは言わないですけど、うん、結構売名バイアスが結構強いなと思って、うんうん、そっか、なんか仕上がろうっていう感じが、うん、あんまりなんか真剣とかそういう感じじゃないなと思って、うん、僕結婚したくないですからねそも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 ねだから愛の里には向かないと思いますけど最後のパートでそうなんか青汁よりもひどくみんなクビにするみたいな、うん、そっちの方が向いてると思います東京スピークイージー夜こう女の子とその会話してるのを僕は見たことあるけど、うん、まあ大体知らないですか、まあ、堀江さんのねその事業的な話とかそういう話はねみんな聞いてるんだろうけど、うん、恋愛トークとかね女の子どうやって口説くのかとか、まあ、その辺はね明らかになってないですもんねはい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 、はいうん、確かに、うん、確かにその辺はねまだベールに包ませるベールに包まあはいいやでもいいなまたやるんですよねあのセカンドシーズン愛の里セカンドシーズンやりますねあの2人ではい二人で僕とベッキーで、 はい、ぜひ見てくださいいいなすげえ楽しみだなそれ楽しみが増えたやっぱりなんかそういうのいいっすねなんか増えましたねいろいろ、うんうん、ドキュメンタリーは本当にスタッフさんが死ぬ思いで撮ってるんでずっともうとにかく張り付くって言ってたんであそうなんだでもどの瞬間も逃したくないってやっぱもうそのマインドになるらしいですね
スタッフさんがね、もうちょっと休憩行ってくださいって、いやいや今なんか起きそうだからちょっと1時間だけ話してみたいになるらしい。起きそうだからとか見てんの、はい、よくこんなの撮ってたねみたいなのが結構あるんで、はいはいはい、後からね、はい、突然ね、そう、あのなんとかね、みなね、みなね、うん、そうとか後からね、うん、いっぱい出てきますもんね。そうそうそう、振り返ったらあの時こんなこと言ってたんだっていうのをやっぱ撮ってるカメラマンさんがいるから、うん、ディレクターが編集の時に、うん、なんかこんなこと言ってた素材あるよなっつって、へえ、それはすごいと思いますよ。でもみな姉さんとかよくキャスティングできましたよね。ねえ、細山くんのお母さんですよ、あのタレントの、今はタレント辞めてるけど子役だった細山くんのお母さんだったんで、まあ芸能関係にはつながりはあったんでしょうけどね。ああ、なるほど、そもそも。あとね、あの大人の小学校、あ、僕のオンラインサロン、うん、たまに見るんで、はい、あ、見るってあのあれだよ、あの投稿されてるの、はい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 、あれな何人ぐらいでやってるんですか。今1200人ぐらいですか、ね、3000人目標にしてるんですけど、やっぱなかなかそこまでいかなくて、でも毎年毎年こんなプロジェクトやろう、あんなプロジェクトやろうっていうのがあのオンラインサロン上で生まれるからやっぱ楽しいですね、うん、今キッチンカーやろうかとか、今スペースバルーン上げようかとか、俺も知らないなんか日本酒を作りましょうとかっていうプロジェクトが勝手に立ち上がったり。日本酒はもうね、うちのサロン6年ぐらいやってるんですよ。やっぱなんか作るってゴール迎えるのってみんな楽しいんでしょうね。あれ、そうですね、村とか作ってますよね、村も結構作ってる。え、それはオンラインサロンの人だけが集まる村。そう、あ、でも作って貸すとかもやってる。村を、村をなんか作って古民家再生させて、うんうん、まあ、まさにあの愛の里みたいな感じで、はい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 、みんなでだから愛の里みたいなのもやろうよとかって、うわ、言ったりとか、うん、うん、でもできちゃうんですよね。だからまあホリエモンさんとかまた俺のオンラインサロンよりも規模がでかいから。でもね、人数はそんな変わんないですよ、だけどなんか、まあだけどじゃないな、僕が結構お題を出しまくるから、うん、っていうのもあるのかもしれないですけど、うん、村は複数あるし、だからフェスとかやると、うん、あ、だからその別府でやった追いかけフェスも多分うちのメンバー50人以上多分関わってて、スタッフで入ってるとスタッフで行く人もいれば、うん、金に余裕がある人は VVIP のチケットも買うし、うん、ボランティアで手伝う人もいるし、うんうん、普通にチケット買って遊びに来る人もいるし、なるほど、まあ、なんかそういうのやるときにやってくれますね。でも大人の小学校もホリエモンさんとなんかどっかで話したときにやればいいのにって言われて、うんうんうん、あれ結構前でしたよね、8年ぐらい前に、まあ、前じゃないですか。もうだからうちのサロンが9年ちょっと経ってますから、ね、うん、合宿っちゅうのやってるんですよ。合宿、もともとホリエモン祭りっていう、うん、と万博っていうイベントをやってて、はいはい、それはコロナで結構圧力かかって中止させられて、打ち切れてもやめるわじゃあこれって言って、もうなんかサロン内でもう合宿を増やそうみたいな、うん、年2回やってたんですけど、今年4回2泊3日で、で合宿で2泊3日参加するんで僕も、うん、そこでなんかいろんなことやるんですよ、うん、この間四万十町っていう高知県の町でやって、はい、うん、それはもういろんなことやりましたよ。そこでなんかあのお題を立ててみんなで課題クリアするみたいなことやってるんですか。いや、もう合宿をやりましょう、うん、で実行委員長決まりました、うん、実行委員決まりました、うん、もうその人たちだけで決まるっていうんですよ。へー、オンライン会議とかやって、はいはい、だからなんかコロナでズームとか流行ったじゃないですか、うん、うちのサロン多分ねもっと前からズームやってるんですよ。コロナ前からね、コロナより 2,3 年前ぐらいからズーム会議とかやってて、うん、でなんか全部決めていくんですよ。この間もだからすごい充実してましたよ、うん、で地元の人とかにもいろいろ頼んで、うん、アユの火振り漁とかってやってへえ、なんか火を振りながらアユを驚かせて網にかけるみたいな、うん、初めてやったんですけど、昔ながらの漁を体験したりとか、うん、みたいなこともやったし、街をこう回るようななんかゲームをやったりとかもするし、でそこにもう移住しちゃうんですよね。え、住み着いちゃうんですか。四万十町はうちのサロンメンバー3人かな住んでる。そのプロジェクトをやったことで、うん、わ面白いじゃんってそのまま住んじゃう人がいるんですか。まあそこはそもそもが事業承継を受けますと、うん、最近流行ってるじゃないですか、うんうん、継ぎ手がいなくて
そうで、その山奥で一玉300円の卵を作ってる、あの人がいて、でその人がなんかお父さん死んじゃって、お母さん一人だとできないから事業も売るってなって、でそれを買いますっていう事業ピッチをうちのサロン内でやって、はい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 、でクラファンとかやって金集めて移住して卵作ってるんですよ。でその卵作ってる人に共感して、なんか別のメンバーが今度はなんか餃子屋さんをやり始めたのかな、最近また移住したやつが今度パン屋さんやるとかっつって、でもその人たちがじゃあうちの合宿は今度はうちの地元でやりますみたいな感じになって、でここに集まってください、みんな集まってくださいってなんか100名近く集まって、それでイベントやって、へえ、でそこに行ってるんですよね、ホレモンさん。そう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 、でそしたらそこでまたビジネスピッチみたいなのやって、なんかここをそのエクストリームスポーツの里にしたいみたいなプレゼンがあって、でまあ僕がだからそこで煽る係で、じゃあ来年やりますみたいな感じだったんだけど、もう来年だとは忘れてるっしょっつって、今年やろう今年っつってすぐ動こうってこと。そうなんですよ、7月にやった合宿で11月早いなにもう四万十清流アドベンチャーレースっていうのをやるんですよ、まあ、僕も参加するんですけど。あ、じゃあもうすぐじゃないですか。でも結構40チームとか集まるんじゃないですか。え、そのサロン以外で。サロン以外からも集まる。あ、それ言い過ぎかな、20チームとか。そうだから俺もオンラインサロンやって、本当あの時からやってりゃよかったなと思って、こんなに面白いんだっていう。そう、なんか企画をね、その自分たちで立てて、で周りにいるスタッフ、まあプロのスタッフさんとかもいるじゃないですか。そういう人たちを巻き込むと、例えばその4000人集まる音楽フェスとかも、サロンを主体にして作れるんですよ、だその規模だったらできるなっていう。だからもうちょっと集まってくるともっとでかいことできますから。そうっすよね。あと最近こうサロンとサロンの融合みたいなのできないのかなと思って。やってるやってる、でもたまにやってる、ね、合同の合宿とかやってます、やりますか。やりたい。箕輪君のサロンとか、合同合宿とか、合宿はね、そう合同でやるとさらに規模広がるんで、できることの幅が広がるんで、多分うちの合宿は秋は山形逆にそう大人数どこで集めてるんですか、あるんですかそういう場所が。なんか集めて場所を作ってましたね。この間は謎に山奥にステージがあって、なんか青空ステージみたいな屋根付きの青空ステージがあって、これ何なのって聞いたら、いやなんか地元の建材メーカーさんの社長さんが趣味でやってる、なんかバンドかなんかやってるらしくて、そのバンド私物ってことですか。私物を借りて、なんかネットつながんないからスターリンク借りてきましたみたいな、みたいな感じです。あと河原とか、そのヒブリディをやりながら河原でバーベキュー、3、4軒宿分泊みたいな。あ、なるほど、そっか、一気に泊まれないですもんね、その人数だと。そう、だしアクティビティもなんか結構そのエクストリームな、体力ある人向けから体力ない人向けまでなんかいくつか、そうか、みんなが一緒のことするんじゃなくてね、A コース、B コース、C コースみたいな感じで分かれる感じですかね。その融合、サロン同士の融合とかあったらまた面白そうだな。融合というかそれぞれ持ってるリソースとか得意分野違うんで、そこは全然合同イベントってのは全然やれると思いますよ。合宿はね特にね面白い。うちあとなんか通信制の高校も始めたんで、そこのメンバーもフルアクセスできるようにしてるんですよああなるほどね。そうだからそこの交流も生まれるってことですね、あのしかも高校生暇じゃないですか、時間あるから、結構そういうのに参加しやすいし、あとなんか高校生は参加費用足りないんで還付お願いしますとかっていうのもありなんですよ、そうするとなんか誰かが出してくれて、そう出してくれて5000円ずつとか3000円ずつとか集めて参加できました、ありがとうございますでそこのつながりがまた生まれるんですね、世代超えて。いやだからやばいですよ、だから実行委員が16歳の子と50歳の人とか、へえ、もう3倍違うじゃん、トリプルスコアだでもその楽しくやってるんですもんね。楽しくやってる、ちゃんと楽しくやってる、というのが、まあオンラインサロンはそういう人が割と参加ちゃんとしてるからいいと思いますね、またちょっとうちも規模がちゃんと確立できたら、ぜひ。電車貸し切ったりしてます。
へえ、そういうのもできるじゃないですか。そうか、人数が揃えばね。人数揃ってある程度お金に余裕があるというか、うん、まあこれがなんか修学旅行とかになっちゃうとまたね、うん、うちは修学旅行とか行ってるんですよ。ああ、いや、じゃあその大人の修学旅行じゃなくて子供の修学旅行ってそんな予算かけられないじゃないですか。うんうん、だから大人になるとなんかやっぱできないですよね、そういうこうなんか野山を駆け巡る的なこととか、うんうん、まあ、それこそ田植えをするみたいなのとか、うん、お酒作りをするとか、うん、なかなかできないじゃないですか。うんうん、なんかリノベーションとかもしたいんでしょうけど一人じゃなかなか難しいじゃないですか。そうですね、うん、仲間いないとね。そうそうそう、うん、やってみるとまあ古民家のリノベーションとかってまあそれを生業にしてる人とかもスタッフでいたり、あ、スタッフというか参加者でいたりするんですよ。うんうん、まあ、それも面白いですよね。そうな、なんかあこんなスキルあるんだって。 うちも今キャンプ場作ってて三重県に、うんうん、そしたら僕あのユンボ使いますとかって、ああじゃあそのバッコンしてよみたいな感じで、うん、チームが出来上がっていくのがやっぱおもろい。うん、移住しちゃってる人とかも増えてきましたね。移住まではちょっと聞いたことないな。サロンメンバーがどっかのプロジェクトに心奪われて移住って、よほどの人生観変わる何かがあったってことでしょそれ。まあ僕の本読んできてる人たちが多いから、うんうん、何かそういうの求めてたんじゃないですか。あ、そもそも変わりてえなみたいな。なるほどね。思ってるからこそ来てるわけだから、うん、そうじゃないと来ないじゃないですか、うんうんうん、だからなんかそういう体験談とかも集めたりとかして、うん、はい、サロンのね合宿の本今日ないかな、持ってきて。あ、ないっぽいな。合宿だけの本を出してるんですか。合宿だけの本を出してるんですそん本にまとめられるぐらいもういろんなストーリーが生まれてるんですか。合宿送りますよ、はい、合宿の、いやいや買いますよもうそれ、うん、売ってるんですよね。売ってますよ、売ってますよ。アマゾンで、サロンデイズ、アマゾンじゃなくてうちのホリエモンショップってところで売ってるんですけど、送っときます。いいですか、ホリエモンショップ で、 です。ホリエモンショップアカウント登録しないといけないですよね。いやいや違います違います、ホリエモンショップは普通に電子版とかで、あ、 PDF で普通にあのベースとかでやってるんで。あ、はい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 、ベースでホリエモンショップで、あ、ベースで買います。はい、はい、ここで、ありがとうございます。なんか合宿の特集みたいな、特集号っていうのは、これなんかその四万十川の上でランタンを浮かべたりとかして、うわ、めちゃくちゃ綺麗だったんですよ。へえ、こういうのとかも、いい企画、まあいい企画なんですよね。だってそのまま同じようなことをうちのサロンでそのままやれちゃいますからねいやこれあれなんですよ、そうそうそう、それ参考にぜひしてほしいんですけど、うんうん、この雑誌も作ってるんですよ、うち編集学部っていうのがあって、その雑誌編集サロン内です。そうそうそう、これ編集してるんですか。そうなんですよ、写真とかもみんなで撮ってるし。へえ、そのプロカメラマンに習うカメラ術みたいなのとか、はいはい、うん、その編集ソフトを使ってどうやって本を作るんだとか。この漫画とかもですか。漫画もそうですね、これともこ先生とうちのサロンメンバーです。へえ、うちのサロンで漫画家になった人一人いるんですよ。うちのサロンきっかけで、もともと一級建築士やってたんですけど、うんうん、漫画家になりたいっつって、まあ多分建築士の仕事もしてるんですけど漫画家の仕事もしてますみたいな人とかもいて、でそしたらほら出版社とかもなんかその、うん、紹介できるんで、うん、実際にデビューしちゃうんですよねそれでちゃんと夢あるな、うん、なんかちゃんと行動する人はそうやって夢を叶えていくみたいなところは、うん、だからサロン初の本も普通にアマゾンとかで売ってる本とかも出たりとかもしてるんで、どうですかこの超コミル出るんですか、ね、スバル社さんから。スバル社、はい、コミュニケーション能力だけで生きてきたなっていう。10月20日超コミル、はい、はい、話す力淳さんありますよねみたいなこと言われるんですけど、俺どちらかというと聞く力の方にスキル振ってるんで。ああなるほどなるほど、はい、僕の聞く力を、ね、すごくわかります。わかります、はい、もう聞くことをもうとにかく特化していくとすごく情報を得られるし、で喋り上手い人の話聞くとなんかうなずきのリズムみたいのを作ってもらえるんですよ、はいはいはい、だから聞く力を身につけると勝手に喋る力が身につくよみたいな、まずは聞く力身につけましょうみたいな、もう本当僕の超初歩的に取り組んでることを本にまとめたので、ぜひ読んでいただきたいと思います、まあでもコミュニケーション能力がね低いって思ってる人がたくさんこんなにいるんだっていうのを僕は驚いたんですけど。いや、いますよめちゃくちゃねえ、はい、でもそれは喋りが苦手だと思ってコミュ力がないと思ってるんですけど、聞く力だったら誰でもすぐに備わって。ああ、はいはいはい、はい、
ックリズムですよね。そう、キックリズム、なんか話させたがるというか、話しやすいように、ね、話し手がもうどんどん話しちゃうっていう、うん、ついついね、はい、ついつい話、なんかそれない人でも多いですね。そうなんですよね。で、小学生に人の話を聞くスキルみたいなのを、うんうん、へえなるほどすごいっすねを繰り返すチームと、うん、何も教えないチームで町に取材行かしたんですけど、うん、もうその働くおじさんの取材してこいって言ったら、うん、へえなるほどなるほどすごいっすねっていう A チームは山のようにやっぱ情報を得られたんですよ、うんうん、でおじさんももう話が止まんなくなって、淳さん逆に困りましたみたいな。だから一回人間のスイッチ入れちゃえばバーッと喋るから、あなるほどね、で喋ってるってことは心許してるから、うん、それ以上の情報にアクセスしやすいんだみたいなことを言ったチームと、小学生の全く何も聞いてない B チームはなんか人と話すのがすごいしんどいですみたいな。なるほどね。だから A チームのスキルをこの本にまとめたっていう。ああ、いいじゃないですか。はい、いい本だ。ぜひ、意外とないですね。ぜひコリエモンさんもね、聞く力も喋る力も持ってますけど、そうじゃない聞く力すら今ないなと思った人は手に取ってもらいたいなと思いますね。そういう講義だ。はい、ちょっとなんかそのサロンで成功するのは、うん、そういうやつらしいですよ。うん、いや僕の本当友達で川村真紀子さんという人がいて、はい、今日本一のオンラインサロンやってるんですよ。月1万円の会費のサロンが1万人超えたんです、うん、うわーすげえ、いろんなことできる。しかも、うん、だから 98% 女子なんですよ。だその働く稼いでる女子が山のように入ってるんですよ。しかも紹介制なんですよ、うん、へえ。でも大会したら二度と入れないんですよ。あーすげえシステム、すげえシステムですよ、うん、すげえシステムだなと思って。でもその人は僕の本を全部読んでるんですよ、うん、で、いやもうあなたが言ってる通りにやってるだけだから。いや全然数違うんですけど。でもやっぱね、やっぱ女性は勉強したがりだから、うん、講座とかすごいあるんですよ。へー、これもやったらいいですよ、超コミュ力講座、うんうん、そのでもね、この本を書く前に一回俺のコミュ力を聞いてもらおうと思って、サロンメンバーをその池袋にある秘密基地に集めて、そのサロンの秘密基地、うんうんうん、80人ぐらい入れて講義したんですよ、はいはいはい、でその講義で、あなるほどって納得した部分も抽出してるんで、あなるほど、はい、なるほど、一旦サロンメンバーの力も借りてこの本が出来上がってるってところはありますね。だでもその川村さんのサロンでそれ講義するといいですよ。え、行かしてもらえるんですか。いや全然行かせてもらえると思いますよ。なんかそういう講座を求めてるんですよね、うん、でなんかオンライン講座みたいなんで何千人とか聞いてるんですよ、うん、なんか朝ヨガとかやってるんですよ、うん、なんかうーん好きだろうな女性はみたいな。え、行きたい、そこで講義させてもらえるんだったら。いやすごいと思いますよ。なんかそういうのを聞きたい人たちがいっぱいいるんですよ、うんうんうん、まあでもその人たちはやっぱりそれなりに商売で成功されてる方が多いので、うん、コミュ力ある人も結構いますけどね。すでにね、うんうん、いやそうなんです。でもなんかそのこのサロンとはたまにコラボで和牛マフィアの肉の会とか、はいはい、あとゴルフコンペとか一緒にやったりしてるんですよ。ああでもそういう交流いいですね。で来ると打ち上げとかやるじゃないですか、うん、だからいや堀江さんのサロンは怖そうで、うん、入りづらいですみたいな。あーでも確かにそう、うちのサロンのメンバーみんなタカポンのファンだからとかって言われるんですけど、いやでも実際聞いてみると、うん、堀江さんのサロンはちょっと怖そうで入りづらいですみたいな。まあ怖いですけどね。怖いですか。いやちょっと怖いかもしれないですね。俺あんまり怖いイメージもないですよね。あただそのなんか変なやつに対して僕はちょっと厳しいんで、うん、うん、僕はバカですけど、うん、でなんかとにかくおもろいやつだと思ってもらえるんで一回会って話をしてさせてくださいみたいな人っているじゃないですか、うんうん、いやそういうの求めてないんだけど。でそれも何回も何回も何回もしつこく来て、うん、俺そういうのしつこさに負けて会うタイプじゃないからね、なるほどって言っても来るんですよ、うん、でそういうやつとかを徹底的にやり込めてるのを見てみんな怖がる。どうですか、可愛いって思う瞬間とかないんですか。ないっすね。マジっすか。そういうの俺ちょっと苦手なんですよね。
MX の番組にホリエモンさん出てもらった時に、はい、今からサロンメンバー呼びかけたらすぐ来ますよっつって呼びかけたことあったじゃないですか。ああ、はいはいはい、誰か来ましたよ、ね、そうなんですよ。で誰だっけあれ、その人がなんかお金あんまり持ってないんだけど、うん、なんかで生きていけるみたいな人だったんですよ。でこの人お金ないんだけど呼んだら絶対来てなんかすごい行動力があってっていう、あの人でもどうなったんだろう、今もういないから。あ、もういないですか。いないんですよ、あの人はね。だコロナ生き延びたかな。あ、そっから連絡取れてないですか。はい、俺 あれ意外と大きいきっかけで、うん、生放送中にサロンメンバー呼びかけたら終わる頃に千代田区まで来てるってすごい行動力と思う。あの人めちゃくちゃでもいろんな人たちから施しを受けてましたね。そういえばでもすごくないですか、人間力として、うん、その俺はそれできるかって言われたらできないけど、なんかうちのサロンメンバーにソープ嬢がいて、うん、おごられてましたよ。でうち来なよっつって。でも人生変わってってですよね、サロンに入って。だからそのソープ嬢も変わったっつってましたね。じゃあ普通にちゃんと私はソープ嬢です、うん、吉原のみたいな感じでカミングアウトして来てるんですよね、うんうん、でもコロナのあたりからいなくなっちゃって、うん、でもそしたら2年ぐらい経って復活してて、いや何やってたのって聞いたらウーバーイーツやってました、お客さん来なくなってみたいな、仕事がなくてみたいな、あでもウーバーイーツで食ってたんだね、よかったねっつって、うん、でもいろんな職種の人に会えるんで、うちもなんか元捜査一課の人とか、あそれこそリアルケイドルやりました、ね、あ佐々木さん、はいはい、佐々木さんね、佐々木さんうちの一期生なんです。ああそうなんですね、はい、とか佐々木さんは2回ぐらいやりましたもんね。リアルケイドルめちゃめちゃおもろいんで、ね、うちのサロンでもやりました。今度あれやるんですよ、あのうちでほら福岡の FM 局を買ったんで、はい、そこでやります。リアルケイドルこそあの ABC で捜査班分かれるじゃないですか、はいはいはい、で街にこう、はいはいはい、逃がした犯人捕まえるっていう、うんうん、あれをサロンごとにやれないですか。ああやれるんじゃないですか、対抗戦で、うんうん、対抗戦やりましょうよ。いい、やりましょうやりましょう、ま、決まったぜ、リアルケイドル対抗戦、はい、このラジオ放送でもやりますから。ラジオでリアルケイドル、そう、うわ、あのクラブハウス使ってるしいつも、はい、あれじゃなくて普通に放送でやりますから。放送であの逃げてるシーンがずっと、今踏切の音だとかあの音を、うわーすげえ、はい、あ面白いでしょ、あれ面白いと。でいやなんか放送でやると多分その関係ない人たちからのタレコミみたいな、うん、うん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 、なんかここで見かけましたよでしょ。そう、あれ犯人役やったことあります？やりますよ。めちゃめちゃ楽しくないですか？楽しかった。逃げるの俺かなりちゃんと逃げましたよ、うん、あ俺ね2回やったんですよ犯人役。1回目は最後の最後で1チームだけ見つかったんですよ。ああなるほど、あの1ペアだけ見つかったんですけど、うん、2回目は完全完走しました。ああ逃げ切ったんですね。逃げ切った。俺はもう捜査本部の目の前で写真を撮るっていうのをやったんですけど、あそうだ、捜査本部の下まで行って写真撮って、そしたら捜査本部、いやー面白かった。人の話の盗み聞きには真実がある。東京スピークイージー、明日のお客様は常連客日比野勝彦さんと木梨憲武さんです。ごちそうさま。じゃあまた。